四勝町は、かつて、愛知県西葛海郡にあった町。1906年7月16日に、西葛海郡の4つの村が合併し、四勝村として発足した。1961年4月1日には、調整施行して、四勝町となった。また、1963年9月1日には、同郡、北里村のうち、薬師寺地区を編入した。名古屋市のベッドタウンであり、 かつては日本で最も人口密度の高い町でもあった。地名の由来は小牧、長久手の戦いにおいて徳川家康が長老に地名を尋ねたところ、志勝村と答えたためと言われている。しかしながら死勝町公式ウェブサイトにその命名の由来の記載はなく、1906年に志勝村が四方の村、六津市村、君、原村、 熊野省村の新設合併で誕生していることから、それ以前に、四勝村の名称は確認できない。2004年4月15日から、西春外軍西春町との合併協議を開始した。2006年3月20日に、西春町と合併して、北名古屋市が誕生し、四勝町は廃止された。平成16年度地方裁等の、 残高地方債等の債務の合計101億3500万円。ありがとうございます。